はい、皆さんこんにちは。グローカルの松也です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍している、もしくはしていた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただこうかなと思います、はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、国際協力の中で JICA 海外が協力隊に参画されて、その後 IT 業界で活躍されていらっしゃる時田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、早速なんですけど、時田さんの自己紹介いただいてもよろしいですか。皆さんはじめまして、時田智弘と申します。私はですね、 JICA の青年海外協力隊でザンビアというアフリカの国にいてて、でそこから帰国して今現在システムエンジニアとして仕事をバリバリ、まあ、テレワークですけども、うん、やっております。はい、ありがとうございます。ちょっといろいろ深掘りさせてもらいたいなと思ってるんで、よろしくお願いします。はいはい、早速なんですけど、はい、時田さん、そもそも JICA 海外協力隊、うん、昔で言う青年海外協力隊なんですけど、はい、に参加されたきっかけっていうところも含めてお聞きしたいなと思ってて、はい、そもそも国際協力に興味を持ったきっかけって何かあったんですか。はい、中学生の頃ですね、はい、学校の授業とかで習うと思うんですよね、うん、世界の経済の状況とか貧困とか、はい、でその時に南北問題みたいなね、北半球と南半球でその途上国と先進国みたいな形でね、全然状況が違うっていうのを知っていて、はい、でなんとなく興味はねふわっと持っていたんですよね、その時から、うんうんうん、でそこから成長していって、で社会人になって、普通にサラリーマンになって働いてたわけなんですけども、うんうん、社会人で 3,4 年目ぐらいで自分の将来に対する不安みたいなのが漠然としてあって、このままでいいのかなみたいなって思った時に、ふと電車のつり革広告を見て思い立ったんですよね。その時見た広告っていうのが、ワールドビジョンさんっていう世界的に活動してる NGO の団体なんですけど、その時のポスターを見て、はい、すごい衝撃を受けたというか、一気にフラッシュバックしたんですね、自分が興味あったことが、うんうん、そこでそうだ、僕はアフリカに興味があったんだなと思って、俺はもうアフリカを目指して頑張りたいなと思って、はい、それがやっぱりきっかけだったのかなと、うんうん、なるほど、ありがとうございます。じゃあ実際高校生とか大学生の時とかっていうのは、うんうん、そんなに国際協力に興味なかったか、はい、正直言うと申し訳ないですけど、全然興味はかけらすらも多分なかったと思いますその頃は今自分がやってる活動に全力を注ぐタイプだと思うんです、私って、うんうんうん、なので当時やってたことに集中しちゃってて、あんまり気になってはいなかったと思うんですよね。そうなんです ね、はい、そこまで、うん、じゃあ、はい、本当に釣り革広告に行く前は、うん、本当に国際協力とか海外っていうところも触ってこなかった、ね、全然ですよ、もうほぼゼロですねじゃあ大学卒業して勤められたのはどういった会社になるんですか。はいはい、株式会社アクセスネットっていう IT 系の会社なんですけども、あ、そうなんですね。はい、元々インストラクターみたいな人に教える仕事がしたいなっていうのがあったんですよ。で就職活動した時にアクセスネットっていう会社が当時 IT スクールみたいなのをやってまして、はい、そこでコンピューターを教えるインストラクターみたいな仕事がありますっていうので見つけて、はい、でそこで頑張ってみようかなと。 IT のことも全然無知だったんですよ、もともと文系出身ですし、はい、パソコンも全然できないし、はい、でもそこだけでチャレンジしてみて、はい、IT 系に入って、はい、何も知らない新人だったので、はい、最初はいろんな現場とかに入って IT のことをパソコンのことを勉強していって、うんうんうん、で結局その間にインストラクターの事業自体がなくなってしまって会社から。あ、そうなんですねで結局やりたいことがそこで迷うというか、もともと何がしたかったのかなっていうふうに思い始めたっていうのはそこにもあったかもしれないですね。なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあそこの会社員時代どれぐらいの期間だったんですか。はい、6年弱ぐらい。そんないらっしゃったんですね。働いてたんですよね、うんうんうん、っていうのも最後に入った案件っていうのがあるんですけども、私が参画したのがですね、社内システムの運用担当みたいな立ち位置だったんですね、私が入ったのが、うんうんうん、でお客さんのところに私が常駐して入るんですけども、うんうんうん、そこで契約が2年間みたいな契約だったんです、ね、そうなんだ。なので長い。私がアフリカ行きたいなと思った時にその案件に参画してしまったがためにちょっと縛られてしまって、仕方ないかっていう形で2年間頑張って、まあお金を貯められたっていうところもあったからいいんですけども、うんうん、思い立ってからそこで準備期間を得られたっていう形ですかね、うん、なるほど、はい、ありがとうございます、うん、じゃあそこの 5,6 年働かれてて、はい、その後 JICA 海外協力隊に参加するんですか。長いですけど参加するまでが、はい、私何も知らなかったので、はい、海外のことを、はい、漠然としすぎてて不安もすごいありましたし、うんうん、海外も全然行ったことなかったですし、うんうんうん、どうしたら JICA の協力隊に行けるのかなって調べたんですね、はい、その時にですね、うん、ちょうど JICA の説明会がありまして、でそこに参加して協力隊としての活動はこういうのですよみたいな感じで聞いて、でそこで PC インストラクターっていう職種の人がもう実際に行って、で説明を聞いて、これなんか自分でもできそうだなっていう感じだったんですね、感覚が。ただ不安なのがやはり英語の部分と海外での生活と経
経験ほとんどなかったので、はいはいはい、そこだけが不安だったので、はい、まずいきなりその上陸隊に行くんではなくて、うん、一旦ステップが必要だなって自分の中で思って、はい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 、で実はその上陸隊に行く前にワーキングホリデーでオーストラリアに1年間ですね、はいはい、行ってましたね。なるほど、ワーキングホリデーで、うん、まあ、いわゆる海外の生活になれるというところと、はいはい、あと英語力を高めるってことですよね。 そうです、はい、でそれを働きながらやるっていうことだと思うんですけど、はいはいはい、どうでした実際。自分が思っていた以上の成果は出せたかなと思ってて、はい、そうなんですね。僕本当にワーホリに行く前のトイックの点数が200点台、はい、今恥ずかしくて言えないぐらいの点数ですけど、はい、でその後ワーキングホリデー行って、うん、最初はその語学学校に4ヶ月ぐらい通ったんですね、うんうんうん、でなるべく英語使う環境で過ごそうと思って、うん、いろんな海外の人とかとルームシェアとかしてて、はい、まあ、そのおかげもあって帰国した後に受けたトイックが、まあ、500点台、はい、だいぶ上がりましたね。倍倍ぐらいにはまあ行って、しかもそこまで大したトイックの対策とかしてなくて、それぐらいの点数取れたんで結構そこでまあ自信がついたというか、うん、で JICA の英語のトイックの点数の指標が300何点かとかなんですよね、うんうんうん、でそこで大幅にも超えることができたから、まあ、結構自信がついたかなっていうのはありますね、うんうんうん、なるほど、ありがとうございます、はい、うん、ちなみにワーホリって一番辛かったことと一番嬉しかったことってありますか？はい、一番辛かったのは多分これ人生で一番か二番目ぐらいに辛かったことだと思うんですけど、そうなんです、はい、とにかく金欠ですね。お金がなかった。もうお金を貯めてワーホリに参加したんですけども、語学学校だけで40万とか50万ぐらい使うんですよ、うん、そこから生活費とか家賃とかっていうのを払っていくと100万円近くあったお金はどんどんなくなってって、はい、2ヶ月ぐらいで結構底が見えてきて働かないといけないなっていう状況になって、でもまだそんなに英語はできない 1,2、うん、ヶ月ぐらいだと、うん、コンビニとかそのカフェですら多分働けないんですよ、はい、英語がそこまでできないんで、はいはいはい、やばいな、どうしたらいいんだろうと思って探した結果がジャパニーズレストランなんですよね、うんうん、ジャパニーズレストランってお客さんは海外、働いてる人はまあ日本人みたいな、働く環境は日本語で一応できるからまだいいけど、まあ、接客はでも基本的に英語使うので最低限そこで働けばいいかなっていう考えはあって、うんうんうん、ただ飲食業が今まで一回もやったことないんですよ、はい、寿司屋だったんですけど回転寿司屋さんやっぱり使えなかったんで、うん、1ヶ月ぐらいクビにされちゃって、はい、それがもうショックで精神的に結構ダメージも受けてて、はい、でお金もやっぱり全然足りなくなってきて、うん、もうやばい、このままじゃ俺無理だなってなって、はい、心が結構折れたんですよね、はいはい、英語は最低限は勉強したし、うん、最悪も帰ってもいいかなみたいな、こんな金なくなっちゃうぐらいだったら、はい、飛行機代のチケットすらなくなったら僕はもう終わりなんで、はい、終わりですね。だからそこになったら帰ろうみたいな考えがあって、うん、その時エージェントを通して行ってたんですけど、うん、ワーホリに、うん、でその現地のスタッフに相談して、うん、泣き言を言ったんですよ、うん、そしたらね、またそこでもあんた何言ってんの、しっかりしなさいみたいな、ね、もう説教されて、そんなプライドなんかね関係ないんだよ、うん、がむしゃらに働きなさいみたいな、叩かれて、はい、そうかと思って、でもその場でそのスタッフの方が一緒に仕事先を探してくれて、うん、あ、そうなんですね、はい、私もこのレストランよく行くからここにも行ってきなさいよみたいな感じで、うんうんうん、そこで電話して面接の予約をして、はい、すぐそこから飛び込みで行って、はい、そこでおかげさまでやっと働けるようにまたなって、はい、ありがとうございますっつって、おかげさまでなんとかそこで働かせていただけてですね、うんうんうん、そこがまあ焼き鳥屋さんだったんですけども、はいはいはい、串打ちだったりとか海外電話の予約取ったりとか、まあ、いろいろ一通りすることができて、うんうん、ものすごいいい経験になりました、ね、はい、怒涛のワーホリでしたね、うん、もう怒涛なんですよ、まあ、だから本当に辛かったのがやっぱりお金、うん、一番嬉しかったことってあります？ワーホリの最後の3ヶ月ぐらいかな、うんうん、ルームシェアでずっと外人と住んでたんですけども、うんうんうん、でその後一回お金がなさすぎて、うん、1週間5ドルっていう破格のシェアハウスがありまして、もともとは短期滞在の観光客向けのなんか家なんですけども、はい、そこに住ませていただいてお金を貯めてたんですね、はい、ただそこも旅行客の外人みたいないろんなのが泊まりに来るんですよ、うんうん、で毎日どんちゃん騒ぎみたいなしてて、うんうんうん、なかなか落ち着いて寝れないんですよ、はい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 、寝てる時に上から外人降ってきたことありますからねプロレスごっこみたいなのしてて、面白い疲れて寝てるのに上から人が降ってくるってどういうことだよと思って、なんか買っておいた冷蔵庫の中のものも勝手に使われたりしますし、なるほどね、なんかここは、まあ、まあ5ドルだからしょうがないかと思って諦めて耐えてたんですけども、うんうんうん、いよいよでも 2,3 ヶ月ぐらいそこ住んでたら、うん、オーナーの人にここはそもそも長期滞在するような場所じゃねえんだって言われていい加減出てってくんねえかみたいなとかも追い出されちゃって、で追い出されてどうしようかなと思って次に
探したのが、ここまで来たら最後楽しいいい思い出作りたいなと思って、うん、見つけたのが日本人の、うん、しかも女性が住んでるルームシェアみたいな、うん、女性が3人いて、はい、で男僕1人みたいな、やばそこで住ませてもらうことができて、うん、楽しかったですね、そこが最後はね。なるほど、はい、じゃあそういった辛いことも楽しいこともありつつ、うん、ワーホリー経験してようやく自分の中の海外生活も大丈夫だ、うん、英語力も自分が求めるところではちゃんとできたという経験を持って JICA 海外協力隊に臨むわけですね。そうなんですね。分かりました、ありがとうございます。ちょっとこれまでは時田さんが国際協力に興味を持ったきっかけから、うん、JICA 海外協力隊に参画する前何してたかみたいなところをお話しいただいたんですけど、うん、ちょっと次の動画では JICA 海外協力隊の応募からどういうことされてたのかっていうところをお聞きできればなと思っております、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。